どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、新しいパックで強化されているのは何もブラックマジシャンとか、そういったモンスター、主人公モンスターたちだけではない、今のところあまり触れられていないカードについて今日は触れていきたいと思います。カラクリです。カラクリちょっと強化されてるんですよ、カラクリどういう、カードが追加されてるかっていうと、まずはブレイドですね。ブレイド、まあ、8なんですよ。8カラクリって結構7シンクロがしやすいデッキなんで、ちょっと8が若干まあうーんっていうところあるんですけども、一応、ブレイドとかと同じような効果を持っていて、シンクロ召喚に成功するとカラクリモンスターを、デッキから特殊召喚できますよという効果と、あとドロー効果、自分のフィールド上の表側表示のカラクリってのついたモンスターの表示形式が変更されるとデッキから1枚ドローという効果を持ってます。だからまあこのカラクリ大将軍ブレイドとか、このブレイとかでこうなんか表示形式をいろいろ変更したりとかして、なんかそのいい感じでドローをして、でまあ防御札とかを引いて戦っていくとかいう効果、こういうデッキになるんですよね、カラクリっていうのは。で、まあ、メインギミックを説明しておくと、基本的には7シンクロをしていきます。7シンクロをで7シンクロをするためにのどういう、まあ、モンスターが初手に揃ってないといけないかっていうと、ニニシスタートなんですよ。基本的にはニニシスタートできないと弱いです、カラクリは。まあ、一応、効果説明しますね。これ昔もやりましたけど、このカードがいると召喚権が増えます、カラクリモンスター。だから、3チューナーなんですよこいつ。なんで4を召喚すれば7シンクロいけるし、まあ、2召喚すれば5シンクロいけるし、レベル上昇を採用してるんで、カラクリその2にしのレベルを、イナシ分上げて、で5にしてこいつ召喚すると、7にできるし、こいつの3本西パッチがいれば、6にした上で、2召喚すれば8にできるし、まあいろんなその、まあ、選択肢が増えるんですよね、レベル上昇にするとシンクロの先が。だから、まあレベル上昇っていうスキルが一応一番相性がいいかなと思ってます。で、イナシチは名前こんがらがるんだよな、召喚に成功すると、カラクリカードを手番に加えるよと。だこれで一応だからそのこのカリカラクリクラとか、これはあのカラクリモンスターの表示形式を変更しつつ、デッキからそのカラクリを手段に加えるっていう効果なんで、これでまああの2にしを持ってきて次のターンに備えたりとか、まあ、単純にその2サムを持ってきたりとか、まあ、そういう動きをしていきますね。まあ、基本的にはまあカリカラクリクラ持ってくるか、2にしを持ってくるかしかほとんどしないですよね。で、西パチはこれ一応このブレイとか、ブレイドから出せるシンクロ、シンクロじゃねえや、チューナーモンスターであり、しかも召喚特殊化に成功するとあの表示形式変更できるんですよ、モンスターの。だからこれで西パチを、シンクロ召喚してこう表示形式変更しつつ、ブレイドの効果でワンドローしたりとか、あと単純にモンスターの相手のモンスターを守備表示にしたりとか、いうのと、あとやっぱ3チューナーなんで、まあ、西だけじゃちょっとっていう時に一応っていう、まあこれなくてもそんなにまあ困んないからそんなに困んないから、一応あのあれがね、今回はその解体新書さんを入れてないんで、まあ正直ね、解体新書にあの寄せるんだったらね、あのねこのブレイとかあんまいらないんだよね、あんまいらない、普通にそのブレイの軸でやってった方がいいから、解体新書は今回は入れてません。まあ入れる方ももちろんありますね。で展開札の、まあ、サポートとして、このアイアンゴールっていうのが結構強くて、自分のフィールドに機械族モンスターが存在する場合に限り、自分の墓地のレベル4以下の機械族モンスターを特殊召喚できるよと。で、効果は無効化されますよという効果なんですけども、これで要は展開力を増やせるんですよ。まあ、ブレイドで例えば、出してきて、レベル4の2、3を出してきて、で、アイアンコールでもう一回ニニシを召喚すれば、もう一回7進行できるよとかね。だから、ブレイ召喚からアイアンコールで、デストロイ侍まで繋がるとか、結構あるんですよね。で、この辺の、まあ、展開ギミック、はあった方が多分いいと思います、何かしらは。で、防御札、まあ一応防御札がないとね、カラクリってね、そのレベル上昇っていうスキルを採用する関係上粉砕とかができないんで、打点がちょっと足りないっていうパターンがあるんですよ。だからやっぱりその生物の戦いとか分断はあった方がいいかなっていう。これはね、あのね、絶望的にやっぱね、打点がね、2600とか2600とか2800とか、
これね、正直ね、デュエルレンク使いね、この打点はね、クソ弱いです、今。クソ弱い。なんでかっていうと、粉砕っていうスキルが基本になってるんで、基本なんで、だから、3000、まあ、300とか、そんぐらいは簡単に行くんですよ、相手のモンスターって。だから、あのね、このぐらいないとね、このぐらい3000以上はないとね、ダメなんだよ。ブルーアイズ打点ではもう足りない。そういう、環境になってましてですね。で、一応、アメトリックスはなんでかっていうと、このアイアンコールが機械族にないと発動できないんで、一応、あの、これ、こっち入れてます。まあ、本当は、あの、あれも入れたいです。なんだっけ、アルマレスとかも入れたいです。枠がないっす。枠がない。はい。で、バック除去でナイトショットとか、ハリケーン。これ、カラクリって、一番弱いのは、バックにも触れないし、モンスターにも触れないんですよ。基本的にはね。あの、除去できないんですよ。まあ、守備表示にしたりとかできるけど。だから、これがな、弱いところでね。まあ、これのサポートカードでサポートしていかないといけないという。で、これ最後。自己要因でやる、ナナシック。なんで入ってるか。これね、引いたらマジゴミなんだけど、デッキ内に眠ってる場合にのみ、カラクリブレイから、もしくはブレイドから出してこれる5なんですよね。で、アイアンコールで3蘇生すると、7シンクロした上で8シンクロができます。これが、やりたくて、1枚だけ入れてます。まあね、これはね、あのね、あったら自己要因、聞いたら自己要因だから、これは王相だ。まあ、デッキ眠ってたら強い。はい。ということで、やっていきましょう。早速、カラクリ。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、斎藤拓磨選手、よろしくお願いします。デュエル、スタンバイ。あー、なるほど。これはまあ、そこそこいいですね。やっぱね、これに、ニニシがいないとね、やっぱね、ちょっときついんだよね。ニニシがいて初めて動けるみたいなところあるんで、カラクリデッキって、まあ、シンクロ、動けるっていうか、まあ、シンクロができるんで。まあ、そこがね、難しいところではありますね。で、スキル発、レベル上昇。もう、運命は消しているわ。全然なんか、これ、カーリー投げ下がないけどな。カーリー投げ下がゼロっていう。で、ナッシュの効果によって、カラクリモンスターもしくはカラクリ魔法トラップ持ってこれるが、これはこいつでいいだろう。そして、俺は、レベル2、カラクリ商人、ナッシュを、カラクリ小町、ニニシにチューニング、すべてを壊せ、デストロイ、お前のズボンは、コーディロイ、俺の車はロールスロイスシンクロ召喚いでよデストロイサムライちょっとこのシンクロ召喚コーチを考えたやつ誰だよマジでダサすぎるだろう、まあ、僕なんですけどね、2秒で考えました。さあ来いよ来いよ。採用どうしたあれか、デストロイ、デストロイじゃねえや、リボルバーかいいだろう。リボルバードラゴンでも何でもやれ。リボルバードラゴンの破壊効果効かないかな、デストロイ侍に。まあ、打点的にはちょっと上回るというのがきついが。まあ、こいつがね、まあ、3000、攻撃力が3000だったらマジでやばかったですね。ああ、なるほど、コケコッコか。いいだろう。レベル4、コケコッコ。レベル3、レツラクーダー。サブテラーかな、シンクロジックサブテラーみたいな感じか。なんだこれは。レベル7シンクロか。お、大丈夫か、ブラックローズは効かないぞ。ブラックローズは効かないか大丈夫か分かってるか、お前は。ああ、効かないぞ効かないぞ効かないぞ効かないってやっちゃってる。デストロイ侍の効果発動。このカードが効果でフィールドが入った場合、墓地の機械塚モンスターを特殊召喚つえブラロなんていうな、クソみてえなドラゴンは効かないんだよ。何がシグナルじゃボケ。そしてレベル3コマチをレベル4ニサムにチューニングして、カラックリカラックリ出させて。カラックリデッキとはカラクリデッキって言ってさ、デストロイ侍めっちゃ活躍するんだけど、このデッキ。もう実質あれカラクリモンスターでいいよね。実質のあのデストロイ侍はほんとカラクリ。カラクリデストロイ侍に名前変えた方がいいよね。だから、あれに関しては。これちょっとやばいですね。これちょっとやばいですけど、まあ、ちょっとさすがにですね、この、小町を、白めるか。小町が、もう出しちゃって小町破壊されちゃうとこれ後続が続かないんですよね。まあ一応まあ生物はあるんですけど、まあ、生物小町打ったところでなんかゼロしか下がんないから、相手の攻撃力が、相手の攻撃力ゼロポイントダウンみたいな、なんか俺だけミスみたいなことになるからちょっとねそれはねやりたくないんで、こうやって出せないっていう方がいいんじゃないかなと思いますね。一応ね、まあ、出されて殺されるっていうのがデュエルリンクなんですけど、まあそのぐらいは全然いて、魔導士の力があったらめんどくさいですけどね。魔導士の力が、あ、ガーディアンもめんどくさい。ガーディアもカスめんどい。これバトルフェイズ入った瞬間に横向かせよ。バトルフェイズ入った瞬間に横向かせよ。オッケー。で、これで、守備表示にして。オッケー。オッケー。耐え。ちょっとモンスター、モンスター、モンスター。モンスター。
あーこれ逆実質時計、実質モンスターナイトショット発動しててめえのセットカードを破壊し、ジャリケンオッケーで、カリカリ小町を召喚しカラクリカリカラクリクリアを発動、言いにくいカリカラクリクリアの効果によってカラクリモンスターの1体、守備表示にすることによってデッキからカラクリモンスターを特殊召喚じゃねえ手段に加えることができる。そして私はスキルのを発動させていただく、スキル発動レベル上昇、レベル上昇によって小町のレベルを2個上げ、そしてカラクリ商人イナシを召喚、カラクリ商人イナシの召喚成功時の効果発動、デッキよりカラクリカードを1枚手札に加えることができる。これで2人称を持ってきて後続を得る。さらに俺はレベル2カラクリ商人イナシにカラクリ小町2人称をチューニング、なんかもう2人称か2サムかなんかイナシチかなんかもう名前がややこしい、ややこしいよあ、ややこしいよ。そしてカードを1枚セット、いいかガーディアンの力、シュロンベルの金の城、そんなものは効かないんだよ。これがデストロイ侍の能力だ。デストロイ侍は戦闘を行う場合、相手モンスターとな戦闘を行う場合、魔法トラップモンスターの効果を全て使わなくし、さらにフィールド上のモンスターのその効果を無効化する。つまりガーディアンの力、シュロンベルの金の城全て無効。ザバルグ効果でこのカードがフィールドから墓地で送られた場合、このカードは墓地より特殊召喚できる。さあ地獄を見るんだな。これがデストロイ侍の実力だ。デストロイ侍強すぎないかなこれ。ターン終了か、まあ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 それは問題ないだろう。はあ、おおこれはおバトル、シュトロムベルクの金の城使えませんね、残念でしたね。防御札そして貼ってるんですか、そんなクソみたいなカードは。デストロイ侍さんの前では全くの無力、ないものも同じ。貴様の墓地違うデッキのカードが除外されただけだったな、残念だったな。このデュエルにお前が負けた場合、お前のおへそを5時間ペロペロしてやる、覚悟していろおへそ出して待ってろ、5時間してやるからな、地獄だぞ。あ、そら強いな、そら強い。まあ、これはやっておきましょうか、これはやっておきましょう。逃げて、まあ、あんまやる必要ないけどね、あんまやる必要ないけど、まあ、一応ね、はいはいはい、でこうして、はい、オーケー、よしよしよし、いいよ、で持ってくるよ。なんだどうカード、いやもうちょっといやモンスター来いや、ちょラバゴやべえから、ちょっとこいつ処理しよっか。なんか今セットしたら間違いない気がしてきた。こうしてあのね、これラバゴをケアしかできないわ、ラバゴはケアしかできないこうしとこう、オッケーオッケーオッケー、これでラバゴはされない。あのこういうデッキはですね、ラバゴが入ってるんですよ結構の確率で、なんでね、あの2体残しておくのはちょっとやめた方がいいっていう可能性はありますね。さあシュトロンベルクやれましたよ、大丈夫ですか、大丈夫でしょうか。ダークシグナルカーリナゲさん、おへそプルプル5時間の結果待ってますよ、このままだとやばいですよ。デストロイ侍さん突破できるんでしょうか。あ、ちなみになんですけども、あの最近そのこのデッキに入っているグレンマジュダイザっていうモンスターじゃないですか、あれもあれです、効果無効になるんで攻撃力がゼロになります。これ攻守が強いでしょめちゃめちゃ強いよね。オッケー、でデストロイ侍でもうシュトロンベルク効かないんだよな、このカード強すぎなんだよな、本当にめちゃくちゃ強い。シュトロンベルク金の下が破壊された。さあどうする、セットいいだろう。あでもね、あのね、言うてね、このモンスターがいなくなるまでは、ちょっとラバが怖いんで、ケアはしないといけないんですよね。はい。あ、これ無効、ほら強い強い、見ました今、ダイザの効果も無効化するんですよ。今、多分渾身のダイザセットだったと思うんですよね、あの人。残念でしたね。やっと僕の勝ちが、やっと僕の勝ちが、そしてやっとカラクリモンスターを出せます。さあ、出せねえやこれあでも出せるか、アイアンコールがあれば出せるか。レベルまず5シンクロしてアメトリクス経由して、アメトリクスを経由し、いやでも出す必要ねえか、出す必要もねえな、まあ、一応ソルティアします。しかも多分勝ちだとは思うんですけど、多分ですけどね多分ですけどアメトリクス出していく、カオスハンター、何カオスハンター、そうやるな。あじゃあか、じゃあだとしたら、アイアンコール発動。アイアンコールはフィールド上に機械塚モンスターが存在する場合、墓地の機械塚モンスターレベル4以下の機械塚モンスターを1体特殊召喚できる。そしてレベル3カラクル忍者2に
からくり小町ニニシをアメトリックスにチューニング集結せよ鉄の魂たち無数の刃一つに束ね破滅の焚き火を上げよ新規の召喚降臨せよスクラップドラゴンエターナルデストラクトバースト発動俺はフィールド上のカードを一番選択してめえのカードも破壊していくバトルだカラクリどこ行ったこれカラクリマジで出さない方が強い対戦ありがとうございましたさあお相手の方エルカイザー亮君よろしくお願いしますデュエル3倍デュエル私はカラクリ小町ニニシを召喚しカラクリ小町ニニシじゃあニサムを召喚そしてレベル3カラクリレベル4カラクリなんでこいつの名前、カラクリ兵カラクリ兵ニサムにカラクリ小町ニニシをチューニングすべてを壊せデストロイお前のズボンはコーディロイ俺の車はロールスロイス新規の召喚デストロイ侍のさちょっと召喚工事誰か考えてみるデストロイ侍の召喚工事をも誰か考えてくださいディスコードの召喚工事をすべておいやめろ募集しておりますコズミックサイクロンコズミックサイクロン4台動きしてるなあれこれサイバー流じゃんけんデッキじゃないのこれこれサイバー流じゃんけんデッキならどう考えてもこれやばいぞいでよサイバードラゴンかっこいいアイフィード上にモンスター存在する場合このカードを手札から特殊召喚できるサイバー流奥義やばいあーやめろーやめろサイバー流じゃんけんをやめろサイバー流じゃんけんやめろお前は一生先行取ってろクソがバトルフェイズあーもうやだよもうやだこの人嫌いこの人俺この人すげえ殺そうとするから嫌いなんだけどデュエルリンクスでヘルカイザーもうマジで嫌いほんま嫌いほんまに嫌い対戦ありがとうございました。